でも、いや、虫なんていなかったんだよって言うんですね、旦那さん。ねえねえ、あなたってすごい親しげに声かけてくるおばちゃんがいて、知らないおばちゃんなんですよ。カサ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 ってこう、今度ね、もう耳のすぐ後ろで鳴るんですって。オカルトブー、イエイ。ありがとうございます。今日もですね、しずきかなでさんに来ていただいて、怪談師ということですね、はい、怖いお話を、はい、していただこうかなと思っております。はい、お願いします。はい、この場所は引き続き箕輪城跡です。はい、はい、こっちにもなんか説明みたいな歴史が書いてます。手袋が片方だけ、かなり深いですね。そうですね、大丈夫そうですね。また絵馬が、絵馬だ、絵馬見ときますか。見ときましょう。こちらもまた試験合格、大事大事大事です。叶うといいな。頑張れ。中からえ、共鳴してる、この嵐さんが。古い動画向こうにありますけども、はい、ちょっとやっていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあ群馬にせっかく来たので群馬の話をしようと思うんですけれども、 S さんっていう女性から伺った話でして、 S さんは数年前にですね、ご夫婦で追上温泉っていう温泉に旅行に出かけたそうなんです。追上温泉ってご存知ですか？群馬初上陸ですもんね。追上温泉っていう温泉は老いる、あの老人の老に神様って書くんですけども、これは今はそう呼ばれてるんですけど、もともとは追い出すの、追いかけるとか追い出すに神って書いて追上ってついてたそうなんですね。なぜこの地名がついたかっていうのが、群馬の方にいた赤城山の蛇の神様と、日光の方の団体山っていう神様、そっちがムカデの神様なんですけども、戦場ヶ原っていうところで戦ったんですね、ムカデ対ヘビが。でムカデの方がヘビに矢を射って、矢が刺さったんですよ、ヘビに。はい、でもう、うわ負けるって思って、こう群馬の方まで下がってきて、でその赤城様の、赤城山の麓に矢をガッて刺したら、そこからファーって温泉が湧いて、それでその温泉に浸かっていたら傷が治ってムカデを倒すことができたっていう話があって、そこの追上温泉伝説ってなってるんですけども、まあ、そこに泊まりに行ったんですね。でもすごく美味しいご飯とすごくいい温泉に浸かって、で楽しかったねって言って家に帰ってきて、で翌日旦那さんが仕事に行こうとした、そしたらあの玄関を開けた時ね、行ってくるよって言って玄関開けたら、いてって言って急に左足をこう抱えるようにしてうずくまっちゃったんですよ。Sさんパタパタって走ってきて、え、どうしたのどうしたのって聞いたら、いやなんか、え、わかんないっけ、噛まれたみたいだって言うんだよ。どうしたの、とりあえず病院に行こうって言って、病院に行ったら確かにすっごい腫れができていて、いやこれ虫大きかったでしょうって言うんですよ、お医者さんが。でも、いや虫なんていなかったんだよって言うんですね、旦那さん。気味悪いなってなりながらも家に帰って、でまた玄関開けたら、その時もいてーって言って左足を押さえるんですよ。見たらなんかまた噛み傷みたいなのが増えてて、足が腫れてると。でもらった薬を塗ってその日は眠って、で翌日会社に旦那さん出かけた後に、あ、よかった今日は仕事行けてと思って、でもちょっとお腹空いたからカップラーメンでも食べようかなって台所の方に行ったら、台所の下にこうしゃがんだ時にガサ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 ってこっち側からする、背中側から聞こえるんですね。でやだ、いや本当虫いるのかなと思って、怖いからその日バルさん炊いたらしいんですよ。バルさん、バルさんってね、ワン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 っていう煙で満たし、部屋を満たして虫を倒し殺しちゃう薬を撒いたんですね。はい、まあそれで、はい、あ、まあこれでどうにかなるかなと思っていたんですけども、また翌日も旦那さんが会社に行ってちょっと家事しようかなって思ってると、ガサ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 ってこう、今度ねもう耳のすぐ後ろで鳴るんですって。何何何、え、虫じゃないのかもしれないって思い始めて、で旦那さんもだんだんその噛み傷みたいな、なんかミミズ腫れみたいなものが全身に回り始めて、もう全身痛い、どうしようもないと。でも家がね、古かったわけじゃなくて新築なんですよ。どうしよう、これ引っ越すかみたいな話をしている時に、ちょっと夕食の準備で買い出しにね出かけていると、いきなり、ねえねえあなたってすごい親しげに声かけてくるおばちゃんがいて、で振り返ったら全然知らないおばちゃんなんですよ。えって思って、まあ、人間違いかなと思っていたら、
ね、あなた最近困ったことないって言うんです。でえって思ったけど、やっぱ怖いから何も言わずにいたら、あなたね、悪い虫の神様ついてるわよって言われたんですよ。ね、あなたは守護霊が強いから、本当はあなたに悪さをしたいんだけど、周りから責めてるみたいって。悪いこと言わないから、すぐに蛇の神様を祀ってるところ見つけて、そこに行きなさいって言われた。さすがにそこまで言い当てられたら、このおばさんが何なのかは全く分かんないけれども、とりあえず旦那に話してみようと思って、旦那さんに話して。でもどうしようもないし、じゃあ翌朝、その蛇を、の神社に行ってみようということになったんですね。で、翌朝タクシー呼んで、一緒に乗った瞬間から旦那さんがうわーって泣き出して、行きたくないよって言うんですって。でもすごい子供みたいに泣いてしまって、大丈夫だよ大丈夫だよ我慢しようねって言いながら、で運転手さんもえ止めますかってなるんですけど、いやもうとりあえず行ってください行ってくださいってなって、どうにか神社着いて車降りたら、あの宮司さんが竹ぼうきで中をこう入ってたんですね。でもそんな状態の二人を見つけて、おい何やってんだって言って、こっち来いって言って、であのオウヌさんって白いあのいっぱいふさふさついてるやつで、こうやってバッ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 払ってもらって、そしたらもう痛みがピタッとなくなって、でもそこから事なきを得たらしいんですね。で家に帰って、ね、私たちあの温泉行ってから、その変な虫みたいな音聞いたり噛まれたりしたけども、なんか心当たりあるって旦那さんに聞いたら、旦那さんがしばらく黙った後で、あそういえば写真撮っただろうって言うんですよ。もともとですね、奥さんの方がコスプレイヤーだったらしくて、でそれを旦那さんがカメ子としてカメラを撮る側だったんですけども、それがやっぱり癖づいてしまっていて、奥さんを入れて綺麗な写真を撮るっていう癖づいていて、まあ、その温泉に行った時にたまたまこう綺麗な角度入れたいなと思って、こう数歩旦那さんが下がっていたら、その瞬間に木の柵を越えちゃったらしいんですよ。で木の柵を越えた左足がかって地面に着地したところに、石がねこうサイの石積みみたいになっていて、それを崩しちゃったんですって。でカラカラカラってなった。でもしかしたらあれが悪かったのかなって旦那さんが言うんです。でちょうど崩した左足が噛まれていた。もしかしたらあそこに何かムカデの神様なのか悪いものなのかが封じられていたのかもしれないねっていうお話でした。すごいですね、関連が全部つながりましたね今。ヘビ、その追い神温泉っていうのはこの近くに、追い神温泉は群馬ですね。あ、群馬に、そういうところがまずあるの、まあ、群馬初上陸なので知らなかったです。そうですよね、結構じゃあ歴史的な場所でもあるんですね。歴史はかなり多いですね、本当に東京とかあっち側に、都会に生きてるとなかなかその土地の歴史とかってあんまり見ないですけど、はい、群馬の方来ると本当にこう身近に城の跡とかあるじゃないですか、はい、だからやっぱり歴史が地続きなんだなって感じますね。ありがとうございます。はい、お話ありがとうございました。もう多分いい音質で撮ってるのを思うので、ぜひ楽しんでいただいて、いや本当にありがとうございました。ありがとうございます。何か皆さん怖いなと思ったらぜひグッドボタンをお願いします。はい、でなんかまさかと思うんですけども、この画角に何か映ってたなと思ったらコメントの方もぜひお願いいたします。でもあの話して途中にだいぶガサガサしてますよね。いやしてましたよね。蛇に矢を言って、矢が刺さったんですよ蛇に、はい、行ってくるよって言って玄関開けたら、さすがにそこまで言い当てられたら、このおばさんが何なのかは全く分かんないけれども、とりあえずで、もともと小見わらしさんがあっちで男性の声聞いたってさっき言ってて、お言ってなかったんですけど、そうなんで言わなかったんですかって言ったら、ちょっと信じてもらえないと思ってて何しに来てるんですかってなって。そうなんです、ちょっとなんか多分聞こえてると思うんで、ぜひちょっと皆さんには耳を澄ましていただいてって感じですかね。おたらかさってしますよね。さっき眠ってる時はそんな音しなかったですけどね。お話しされてからもうすごい。じゃあぜひ皆さん映ってたら何かコメントお願いいたします。本日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バルさんは知っておいてよって。バルさんってバルさんってみんな知ってるんですか。バルさんの説明初めてしましたけどね。バルさん知らないんですけど。すごい真剣に聞くから。
バルさんって何ですか。バルさんって初めて聞きました。そういう人の名前かと思った。